かな。ハオ、ハオタドさん、帰りたいハオタド、帰りマルス対ハオタドネスですかね。ネスはちょっとデラックスの知識があんまり浅い僕で、僕の中だとネスはそんなに強くないっていう印象があるんですが、さあマルスは対して強キャラのイメージがある。空へ、空中白、これはノックバックで防いで、空中白ジャストシールド、空中へ、さあ1ストック早速吹き飛して取ってからターンを取る。空へ、これは撃ちにならない。ネスはどういう風に差し込んでいく。やはりホービーユーと同じく差し込みには乏しいキャラか。対してリーチとは落ち着けている。カイリー、空中前、空中前追い出して、空中前完璧、空中後ろ、さあ 62% ネス撃墜力は4と同じように高ければいいが何が調子なのか僕にはちょっとよくわからない。空中前回避をしっかり見てから掴み投げを、受け身の位置を見てからループさせていく。ここら辺ですね、デラックス勢の精度。遠距離逃げる回避も避けてる。今のは雲で受け身を取ったのか。空中下、台の受け身方向もしっかり確認。空中しろ、やはり人間性の高いですねデラゼ。空中しろ、ジャンプ上がりに置く。さあ 80%、 この復帰はピーサーのアタックを当てにいく選択肢。空中下から起き上がり、片方に読みを絞っていたネスというキャラクター、おそらく足が速くないためそこまで追えないか。空中前飛びますねヨシストリーの横幅が狭いのか。さあ空中下からこの台は、今のはが台の木攻め継続したかったか。起き上がり攻撃、さあ強気ですね。ここでやはりデラックスは全然ストック差がついても安心要素にならないか。回避、いい選択肢は空母で追う。ギリギリ横 B、 タイミングずらしてずらしてずらして上 B、 これ乗っている。あ、雲に乗ってましたね今。雲はなんか周期で決まっているのでランダムではないというふうに話を聞きましたが、空中ドルヒゲさんのアタック、この復帰が今のは折り食う前のミスか。 128%、 ここら辺で一層取りたいが、掴みを通すのはガイリー。空中に取る、空中下当てながら落ちてしまう、これはミスか。さあまだあるぞ、ハオタドネス、ハオタドネスですね。空中ニュートラル飛ぶ、根元だからそこまでじゃないか。掴んで下投げから空中下、撃墜一歩目取っている。帰り、今日も生き延びることができた。知識の問題ですか。まあ一人で実況するには一人の方が楽なんですけど、知識的な面ではきついですね。まあ2戦目戦場ステージを変えて、やはり横方向に追い出されるのが厳しいか。台がないと着地復帰管理も厳しいでしょう。やはりダイアリステージの中でしっかりとスペースを使えるこの戦場という感じですかね。空中前パーセント、あっという間に 77%。 このゲームダメージがたまるのが4とは比べられないぐらい早い。下投げ、空中前、空中へ、あ横強、これは半角取れないか。さあパーセント差がきつい。もう空中前一発で危ないんじゃないかという状況。ダッシュ攻撃、ダッシュ攻撃、空中前で差し込み狙いに行くが、上スマッシュボアスにダッシュ攻撃、台の置き攻め、空中前、あ掴み、さあ上強で外に飛ばして、さあ上強で1つ目取っている。帰り、やはりマルスに対してネスは差し込みが少し厳しいのか。空中前、空中ドルで暴れていく。やっぱりこのネスのやることの少なさっていうのは少し想像通りなところではありますか。撃墜関連も少し乏しいように見える。空中前、空中下、マレスはブンブン技を振ってって、そのリーチ差に敗北しているそういう印象。
空中前、空中前からのこれはピゲさんアタック当たっている、飛ぶ、さすがにこれはフォービューと同じく飛ぶか非常に投手が強い技、今のは技を当てに行ったんですが届かなかった、そういう状況、崖絶ガードが間に合って、フォービューとのやっぱり明確な違いだなと思うのはこの崖上がりが、崖絶がすごい強いですね。横スマッシュ飛びすぎでは、今は先端なのか、実況キシルと言います、はじめまして。空中前、空中上、ガードの上はやはりじゃない、台の上はやはりガードでノックバックで降りるというのがかなり強い選択肢のようですね。それ以外ではこのゲームあまりガードは強くないように見えるが、どうなのか、これは苦しいぞ、ジャンプがない、空中前で降りてしまって、これは絶望か、今のはやはり絶望と、多分背面でも崖つかまれないんで、あそこに行ったら詰みなんじゃないですかね、わかんないですけど、空中前、空中前、やはりこのただ技をブンブン振るうマルスに対して少し辛そうに見えるが、ステップステップでタイミングずらして差し込みに機会を伺う、空中前通して1ストック対3ストック、空中前掴み掴みループさせていく、これがマルスの強いところですね、受け身をしっかり確認している、そこからさらに掴む、今の受け身方向少し確認ミスたか、今のもおそらく操作精度かなり辛いでしょう。空中ドル、空中後ろ飛ぶがベクトル変更がかなりいい、さあここで仕留めたいが崖を捕まって、フォーと違って崖を奪えないのでね、先に崖を捕まっていることで復帰阻止になると、空中前追い出してジャンプがないぞ、高めのPKさんのアタックを崖捕まりに行く、うまい、絶を横強で狩る、勝った。